はい、では81号の作業をやっていきましょう。81号はドアガラス右を組み立てるっていうことで、入ってる部品はこんな感じですね、左でやったのと同じ作業をやっていくっていう感じになりますんで、早速やっていきましょう。で、まずはこのフロント、ガラスのパーツをね開封してあげて出してあげます。で、ね、これね、左の方ね、事前にやってて、こう気をつけないといけないなと思ったんがね、何回もね、上げ下げしてるとね、結構気づきます。うん、結構気づいちゃうんで、傷がいっちゃうのが気になる人はね、ここですね、気づくのがね、気づくのはここにレールがあるんですけど、このレールに沿って傷がいくっていうのが多いんで、その傷が気になるっていう人はここにね、なんかマスキングテープかなんかを貼っといてあげるといいかもしれないですね。まあ、ボディに組み込んだ状態だと問題にならないのかもしれないですけど、でも割と傷いきやすいので気をつけましょう。はい。で、これをここにセットしてあげたら、このドアのインナーパネルをここにセット。セットしてあげて、で、ここをネジ E で固定していきます。ネジ E は、このいっぱい入ってるやつだね。ああ。ネジ E を3本ですね。ネジ E 3本で固定。はい、入らない。ん？だね、これ今この上からね固定する固定してるこの今つけてるパーツ。これがね、下っ側からしか止めないんですよ。下っ側しか止めないんで、ここはね、ギュッと押されちゃうんですよね。その関係で、ガラスに変に力がかかって傷がいくっていうのもあると思うんで、まあ、その辺ね、ちょっと気をつけてあげてください。こんな感じで取り付けてあげたら、次にこのドアのヒンジのパーツを組んでいくので、これを全部開けて出してあげる。で、ネジどれ使ってたっけ。ネジ K、 このでかいやつ。どれ、このね、ナットとビス、こいつはね使わないんですよ。使わないから、これ開けちゃうとバラバラになって多分なくしてしまいかねないんで、ここだけね開けずにこうやって置いとくといいと思います。こうやってしてあげて、でここに81って書いておいて、81のネジですね。こうやって書いてあげるとなくさなくていいと思います。はい、そしたらこっちの作業引き戻っていって、まずは、このパーツをここにセット、ここにセットしてあげて、で、その上に、このパーツとこのパーツを組み合わせる。こうして
こうですね、こういう形でセットしてあげたら、この上からこのでかいな、でかいタッピングビスでこいつらを固定。あっと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 、これ締めるときね、台に置いたまんまやるとね、このレギュレーターハンドル折れる可能性あるんでね、気をつけましょう。よいしょ、こういう形で取り付けてあげる。よいしょ、で向きをミスった、向き間違えた。こう向きじゃなかった。こうですね、こういう形、ごめんなさい、こういう形でセットして、ここにこういう形でセットしてあげると、ここがねカチッとこうクリックが入る形で止まるので、これができたら、その上にこのヒンジマウント、ドアヒンジマウント外ってやつをここにセットして、こういう形でセットしてあげたら、この周りをネジ E で固定していきます。よいしょ、でここのネジ E、 この辺の作業をするときは窓ガラス下げてると作業ができないので、窓ガラスをね必ず上げた状態でやりましょう。ケンメリシリーズ、ケンメリだけはね、なんかね、ネジがいつも余んないんですよね。これちょっと怖いですよね。他のシリーズ、ディアゴスティーニの他のシリーズはね、全部ネジが余るように、ちょっとネジが余分に入ってるんですよね、予備っていう形で。なんですけど、このケンメリだけはね、予備のネジが一本も入ってないんですよ、いつも。なんで、舐めたりとか、なくしたりとか。しないようにね、かなり気をつけながら作業やらないと危ないですね。よいしょ、よし、こういう感じ、こういう感じで4つ締め込んであげたら、これで今回の作業は終了になります。で、まあこのまんまだとガラス傷いっちゃうんでね、ガラスは、よいしょ、あれ入らない、あれあれ、ちょっと待って、ん、なんかおかしいな、ちょっと待って、もうこういうのちゃんと見ときゃよかった、なんかずれてるな、多分ねガラスのパーツがずれてるんですね。もうねこれ悪い見本です、悪い見本、ちゃんとね確認をしながら作業をしましょうっていう、これ悪い見本なので皆さんは真似しないようにしてください。してあげると、
ここはきつすぎるんだな。真ん中がきつすぎるのか。あれどういうこと、動かない。ああれかな、何なんか接着剤かなんかついちゃったかな。あ、わかった、理由がわかりました。ここをつけた時、この前回このドアハンドルをつけた時、ドアハンドルをつけた時の接着剤が多分この間に流れ込んじゃったんですよ。うん、そうだ、それで効率がくっついちゃってんすよ。なんで、こいつをね、よっ、よいしょ、うん、そうですね、あ、こっちだ、こっち、このドアノブをつけた時につけた瞬着がここに流れ込んでくっついちゃってましたね。気をつけましょう。ちょっと引っかかるな、まあ大丈夫か。よいしょ、したらこれでまた戻して、もうね、これね、ちゃんと組むときにね、確認しながらやってればね、こんな手間はかかんなかったんですけどね。これを組むときにね、こうやってちゃんと確認しとけば、閉める前に気づいてたんで、こんな二度手間にはならなかった。これは本当、悪い見本なんでね、皆さん気をつけてください。よし、何事も作業をしながら確認確認です。あーっ、でこの状態でちゃんと窓が開け閉めできるか確認してあげたら、これで今回の作業は終了になります。でね、微妙にねここね干渉するんですよね。これね多分個体差があるんじゃないかな。僕のね前回やった方はここ当たらないんですよ。当たらないんですけど、今回のやつはね、ここ干渉、ちょっと干渉しますね、少しだけ。視聴者さんでも、ここが干渉するって言ってはった方がいらっしゃったんで、もしかしたら個体差かもしれないですね。ここのね、わかるかな？ここのネジの逃げになってるここの出っ張りの部分、ここが軽くここに接触するんですよ。なんでちょっと今もう傷少しだけ入っちゃったんですけど、これがあるんで、ここ気になる方は少しだけね、ここを削ってあげる。鉄ヤスリとか使ったらね、多分これすぐ削れると思うんで、少し削っといてあげるといいと思います。うん、はい、ってな感じ。まあ今僕締め込んだら大丈夫そうかな。あー、微妙に当たってるな。うん、なので、ちょっと気になるという方はそこをちょっと処理してみてください。はい、そしたらこれで81号の作業は終了になります。で、はい、
では82号やっていきましょう。82号はフロアマットを組み立てるっていうことで、まあ組み立てるっていうか取り付けるだけですけどね、こちらをやっていこうと思います。はい、で入ってる部品はこんな感じで、フロント側のフロアマットとリアのフロアマットで、あとあのスカフプレートっていうんですかね、サイドのサイドシルのところのプレートですねがあるので、これをつけていきます。で、フロアマットは、左右の別があるので、気をつけてつけていきましょう。はい、この柄がね、柄みたいなのが入ってる方が、フロント側になるようにつける形で、この幅が広くなってる方が内側になるそうなので、こっちが運転席側、こっちが助手席側っていう感じですね。はい、なのでこれを、ボディに取り付けていきましょう。で、まあ取り付けはね、もう接着剤でつけるっていう形なんで、よいしょ。でこのつける箇所、この穴のところですね、ここの穴のところに、接着剤をつけて貼り付けていくっていう形でつけていきます。で、まあこれ素材が ABS なんでね、 ABS がつけれる接着剤を使う、もしくは、ややこしかったらもう両面テープでもいいと思います。両面テープでつけるっていう形でもありだと思うので、接着してあげる。映ってる？映ってますね。ここにね、あのフロアを止めてるネジがいるんで、不安だっていう方は、接着せずに両面テープっていうのも賢いやり方かもしれないですね。もし万が一何かがあった時、両面テープだったらベリッと剥がせるんで、その方がいいっていう考え方もありますね。はい、で後ろリアシートのフロアマットもここの2箇所で接着、まあこの接着もね、ここ2箇所で止めるだけっていう感じなんで、まあ最悪何かあっても、まあ、無理やり剥がせるかなっていう気もするんですけどね。こんな感じで取り付ける。浮いてくる。よいしょ。大丈夫かな？ちょっと怖いから。ブロック置いといて。で、フロアマットはこれで OK。これでちょっと乾くまで置いておきます。で、次にこのスカフプレートなんですけども、このスカーフプレートは、これ何号についてた、33号についてたこのパーツ、このパーツに取り付ける。で、この裏のピンがね、ピンの位置があるんで、もう決まった方向にしかつかないので、ピュッとつけて、でこれ結構しっかりはまるんですけど、僕のやつはしっかりはまってくれるんですけど、一応接着って書いてあるので、外れやすい場合は接着って書いてあるんで、まあ一応接着しておきましょう。まあ、接着しなくても良さそうな感じのはまり具合ですけどね。こういう感じ。こっちも一緒。こっちもここにパコッとはめてあげて接着。これで一応今回の作業は終了になります。ちなみにこのパーツは、このパーツはね、後々ここにつくんですけどね、ここにこういう形でつく形になるんですけど、まあ、とりあえず今の時点ではまだつけるっていう指示はないので、まあ、とりあえずつけずに置いておきます。まあ何か理由があるかもしれないんでね、とりあえずつけずに置いておきます。はい、そしたら、今回の作業はこれで終了になります。で、
はい、それでは83号やっていきましょう。83号はリアシートを組み立てるということで、まあ入ってる部品はね、リアシートのパーツが入ってます。リアシートの座面と背もたれと、あとまあこういうショートパーツが入ってるので、これを、シャーシに組み付けていくっていうことになります。というわけでこれ一旦避けてあげて、まずシャーシを出していきます。はい、で映ってるちょっとこっち見ますよ。はい、で、まずリアシートの座面から取り付けていくんですけど、付ける場所はここの穴、ここの穴にこのリアシートの座面のこの2本のピンを刺してあげます。にズボッと刺してあげて、でまあ説明書にはね、外れやすい場合は接着するって書いてあるんですけど、まあ外れやすいのは外れやすいんですけど、まあ多分特に外れても問題もなさそうな感じなので、まあこのままでいいかなって感じですね。はい、まあ気になる人は接着してしまいましょう。もしかしたらね、この中の配線に押されてちょっとこう外にね、こうギュッと浮いてくるっていうパターンとかもあるかもしれないので、そういう方は接着しちゃってもいいかもしんないんですけど、まあなんせね、まだ動作確認を完璧にできてないんで、もし何かがあった場合、ここバラさないといけなくなる可能性もあるんで、僕はとりあえず接着をせずにこのままいきます。はい、で次に、この背もたれ部分ですね、背もたれ部分の裏側にこの穴が2箇所あるんで、ここにさっきのこのショートパーツを刺してあげます。こんな感じで、ここもね、外れやすい場合は接着剤をって書いてあるんで、ここはね接着しちゃっても良さそうなんで接着しちゃいます。ここは接着してしまって、でこれがどこにつくかというと、ここですね、ここの部分にこれが刺さる形で、この下に入ってるちっちゃい突起2つ、このちっちゃい突起2つが座面のここにはまる形でつくので、位置をね確認しながらセットしてあげます。でこれもスポスポなんですけど、まあこれ接着しちゃうと座面外れなくなっちゃうんでね、まあこのままにしておきます。まあ裏返さない限りは取れることないと思うので、これでいいんじゃないかなと思います。はい、そしたら、今回の作業はこれで終了っていう形になります。はい、で、はい、それでは84号やっていきましょう。84号は、リア LED セットなどを整えるということで、まあ、入ってる部品はこんな感じで、これ多分リアの、フェンダーの内側のパネルだと思うんですけども、今回入ってるこのパーツは一切使いません。なのでこれはちょっと避けておいて、今回使うのは、こっちのシャーシのパーツですねになるので、まずこっちを出していきます。置く場所がない、よいしょ、これを出してきて、こちらの作業をやっていきます。はい、で、まずやるのが、この後ろの LED セットですね。この後ろの LED セット、これを、各それぞれ4本ずつ LED4 つずつあるんですけども、これを、根元の部分で90度曲げてあげる、まあ、別に今やらんでもいい気もせんでもないんですけどねこれを90度曲げる、まあですね、ごめんなさい、ちょっと電話がかかってきてしまった、 Amazon から電話がかかってきました。はい、でこれを全部90度曲げてあげる。でこっちも一緒ですね、こっちも90度曲げる。でこれ一回曲げて根元に戻そうとしたりとかすると、多分配線が切れてしまう可能性が高いので、もう一回曲げたらもう戻さないっていうようにしましょう。でゆっくりね、ゆっくり力をかけて曲げてあげる。変な曲げ方すると多分
折れてしまいます。こんな感じで全部曲げてあげたら、この先端から70ミリのところで、マスキングテープを使って、配線を束ねろって書いてあるので、マスキングテープを出してあげて、ここはテープとかがついてるわけではなく、自分で用意しろと思うんですね。僕はね、こういう仕事をしてるんでマスキングテープは普通に持ってるんですけど、普通の人マスキングテープなんか持ってないだろうっていう気もしないでもないんですけど、7センチのところでマスキングテープを巻いて固定。で反対側も一緒。反対側も同じようにこの先端から7センチのところ、7センチって書いてるんですけど、そんなに厳密にやらなくても大丈夫だとは思います。こんな感じで止めてあげます。じゃあ次行きましょう。はい、であとはですね、このリア、後ろのライト周りのパーツを出してきて、ね、なんかウインカーがいない、どこ行った。ちょっと後で、あのところにあった。さっきこれ落っことしたんですよね。これ接着しとかなあかんな。ちょっと後で接着しときますこれね。はい、で、このパーツ出してきて、この後ろの外側のこのビス2箇所、これを外してあげます。で、これは外したまんまにしておきます。で、外したまんまにして、次の作業かな、次の作業で、違うビスに入れ替えるっていうことなんで、これは外してそのまんまにしておきます。はい、そしたらこれで今回の作業は終了になります。はい、で、次の85号、次の85号はいよいよねボディが届きます。ボディが届いて、ね、ボディにドアなどを設置するっていうことなので、なんですけど、ドアを設置するにしてもドア内側しか汚くて外側は汚いんだけど、どうなってんだろうね。ちょっとどうなるかわかんないですけども、まあ、ボディが届くっていうことになるみたいです。はい、でまあね、あのトランクの時にも言ったんですけど、塗装がねあまり綺麗ではないんですよ。塗装があまり綺麗ではなかったんで、このボディの方もねもしかしたら磨かなあかんのかなっていうのもあるんで、まあ、その辺も気をつけてやっていきましょう。まあまあ、今回の次のね、これがもう最たる例なんですけど、ボディね、こんだけ一体成形のボディ、ダイキャスト製ですね、もちろんね、もちろんダイキャスト製のこのボディがドーンときて1859円なんで、まあ、パーツが少ない時もあるけど、明らか1850円以上のパーツが入ってても1859円のこともあるっていうことなんでね、要はもうあの分割払いと思って、理解してもらったらいいんじゃないかなと思います。で、あともう一個ね、お知らせが入ってて、こんな感じで、発売日変更のお知らせということで、多分生産が間に合ってないんでしょうね、次のボディの生産が間に合ってないみたいで、発売日は4月26と記載してありますが、5月17の発売に変更ということで、多分全くもって生産が間に合ってないんだと思います。はい、なので、ちょっとしばらく日にち空いてしまいますけれども、まだ次回作業やってきますので、また続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。